4コーナーから直線です。まくり切ったか3番のどいだ直線コース、マークから8番の原田、8番の原田が追い込んできたか、かやさんにもう僕は無理言うて、はい、かやさん前回しもうでいいですか言うたら、かやさんもう心よくええよ言うてくれたんで、はい、まあその分ねしっかりしてなあかんな思ったんですけど、ちょっと最終ホームでうわ思ったけど、はい、まあ、なんとか立て直して、はい、健三が昨日ちょっとね運にも落車したんで、はい、まあ、一緒に連携することはなかったんですけど、まあ次のお楽しみですね、はい。現在は中段のアウトコース4コーナーから直線です。待ってから3番の有本直樹、3番有本、そして迫った2番の川口清翔、今日はなんか見つかったなっていう、自分のペースに入ってそこからあのバテの方に1着取れる競争ができて、なんとなくできてたので、次の開催に向けてはあのしっかりと決勝に上がれるように頑張りたいなと思います。先にまくり切りました。9番の林慶次郎に番手1番の高平号、迫ってくる8番の石田幸にマーク2番の丸本、4コーナーから直線です。番手から1番の高平号、1番高平が追い込んでのゴール。ちょっと今日は、まあ、作戦的にもあのかましっていう作戦だったんで、はい、ちょっと構える感じになってしまったんですけど、昨日初日昨日は一応レースはできたので、そこはまあ良かったかな。自分だけのレースじゃなくて、ラインでのレースの決まる方が終わった後も気持ちいいですし、目指していきます。4番の堀亮介、マーク2番の武田和幸、そして3番手からは1番の矢口慶次郎、縦に振り込んで7番の金貝、4コーナーから直線ですが、7番の金貝抜け出しているか、7番金貝勇気にすぐ発動にか、いや僕らまだまだなんで、先行も足も含めもっともっと強くなって、スワンの選手かっこいいじゃないですか、そうなりたいです。まくっていきますが、その上のスピードの違い、まくり切りました。2番の松井小雄、これは S 級発走よりは目前だ。その後ろは3番の小崎大雄、あるいは5番の五日市、4コーナーから直線でぶっ切りました。松井小雄1着でゴールインです。今日は持ち味のスピードとか活かせるようなレースをしようと思ってたんで、でも1着取れて良かったです。でもまあ一発戦なんで立ち上がり戦で1着取れたんですけど、まあ昨日は本当にすごい勉強になって、まあ、まだデビューしてまだちょっとですけど、ちょっと競輪大使の気持ちの甘さが出たかと思ったんで、もうちょっと気合いで頑張ります。